紫ケマンは、キケマン族の越年草。茎はまっすぐに立ち、高さは30から50センチメートルほど。茎には、複数の葉がつき、それぞれ斜め上に伸びて2から3回産出服用。小葉は線形に近く、先端は丸くて、丸い虚子がある。葉質は薄くて柔らかく、艶をかく。 夏季は4から6月で赤紫色の長さ2センチメートルで、聞け満足に独特の筒状の花を咲かせる。果実は豆の果実に似る。日本全国に分布し、国外では中国から知られる。木陰などの直射日光の当たらない場所に生育する。一般にこの植物は越年草と言われるが、実際にはもう少し複雑な生活史を持っている。 この植物の種子は6月頃に成熟するが、これは発芽するのは、翌年の春で、初夏まで成長した後、地上部は枯れ、地下に団子状の階級を残す。これが、再び活動するのはその年の秋で、数枚の葉を出して、年を越し、春になると家計を立てて花をつけ、結実すると全体が枯れる。蒸気の特徴の説明はこの花時期のものである。 前奏にプロトピンを含み有毒誤食すれば嘔吐、呼吸麻痺、心臓麻痺などを引き起こす。薄葉ョウの幼虫の食草であり、このため薄葉ョウも有毒となる。また、植物体を傷つけた時に出る汁は悪臭がする。だが、実際に茎を折って匂いを嗅いでみると、特に匂いの感じられない個体も多い。 山菜である尺と生育場所や歯の形が非常によく似ているため注意が必要である。花の形が独特なので他の仲間と間違うことはない。同族にはジロボウエンゴサク等のエンゴサク類とキケマン類がある。前者は地下に海景を持つ小柄な植物であり、後者は黄色い花を持つ大柄な植物なので見分けに困ることはない。キカ植物では 唐草け漫画やや似ているが、より小型で、鶴のように這い回る。ありがとうございます。